坂の上の田村麻呂よ。お主のこれまでの功績をたたえ、征夷大将軍に任命する。長きにわたる蝦夷との戦いに終止符を打ち、日本の平和のために力を尽くしてくれ。恐悦至極に存じます。しかし、そのような大役、私でよろしいのでしょうか。前回の遠征時に、副将軍として参戦した際、防具を強化するなどの軍事的な改革を行い、被害を最小限に抑えたと聞いた。臆病なだけにございます。上に立つ者としては大事な素質だ。それに、藤原の惟君や、菅野の真道をはじめ、たくさんの者から推薦を受けている。アテルイに勝てるのは、お主だけだとな。それは、とても光栄なことにございますな。わかりました。この坂の上の田村麻呂、慎んでお受けいたします。よろしく頼む。副使には、小野の長見を任命するつもりだが、異存はあるか？ございません。優秀な人物だと聞いております。では、私はこれにて。田村麻呂よ。何でしょうか？お主、思っていたよりも大きいのだな。よく言われます。797年に2代目征夷大将軍に任命された坂の上の田村麻呂は、蝦夷の推し活の乱で活躍した狩田麻呂の息子です。175センチという身長は、当時としてはとても高く、そして武勇に優れ、毘沙門の化身と恐れられていました。阿手神王様、一つご報告がございます。なんだ、申してみよ。坂の上の田村麻呂が征夷大将軍に任命されました。父上は何も分かっておらぬな。田村麻呂は甘い考えを持つ男だ。そんな男に大役を任せるなど愚の骨頂。また大失敗に終わるだろう。その通りにございますね。やはり阿手神王様の代で蝦夷を平定するしかございません。なかなりよ。今のうちに武勇に優れた者を選抜して連兵を始めよ。私の代になった瞬間に精鋭部隊で総攻撃を仕掛ける。良きお考えかと。かしこまりました。坂の上の田村麻呂は征夷大将軍に任命された翌年の798年に観光地としても有名な清水寺を建立したと伝わっています。田村麻呂様、いよいよ出陣ですね。そうだな。今回の討伐軍は約4万の精鋭部隊。必ずや蝦夷を滅ぼすことができるでしょう。長見よ、基準するものは手厚く扱うということを忘れてないだろうな。もちろんです。抵抗する蝦夷には容赦なくというのも覚えております。では行くか。長きにわたる蝦夷との戦いに終止符を打てという桓武天皇様の命に応えるために、桓武朝第三次蝦夷討伐軍総大将坂の上の田村麻呂、いざ出陣。朝廷軍が平安京から出陣したと報告が入りました。来たか。総大将と兵の数は？総大将は坂の上の田村麻呂、軍勢は約4万。厄介だな、アテルイよ。腕が鳴る。迎え撃つ準備をせよ。わかりました。アテルイよ、こたびの戦は今までとは違う。気を引き締めていくぞ。わかっている。作戦は任せたぞ、モレ。アテルイとモレは二人とも蝦夷の族長として朝廷軍と戦っていた人物です。田村麻呂様、東からアテルイの軍が出現しました。とうとう出てきたか。長見よ、東側の軍を交代させて和平の使者を送れ。和平の使者ですか？聞き入れられるとは思いませんが、それでもいい。
早々にこちらの思いを伝えることが大事だ。かしこまりました。エミシには、アテルイだけではなく、軍略の才を持つ者がいるはずだ。このまま戦うのは得策ではない。申し上げます。朝廷軍総大将、坂の上の田村麻呂から和平の使者が来ております。断れ。待て、アテルイよ。和平の条件は何だ？我々が全面降伏をすれば、全員の命を保証すると。全員というのは虫が良すぎる話だな。罠の可能性もある。暴れ足りない。それもあるな。来たばかりで和平などできぬ。使者に伝えろ。和平には応じぬと。わかりました。もう出ていいかもれ。まだだ。お前の出番はもう少し戦局が動いてからだ。わかった。使者からの報告です。和平には応じぬ。やはり無理であったか。田村麻呂様、東側の被害が拡大しております。他の部隊で攻撃を試みましたが、うまくいかず兵の士気が下がり始めています。仕方がない。当初の予定よりだいぶ早いが、私が出て士気を上げるとしよう。長見はここに残って指示を出せ。全兵を投入してもいい。必ず攻撃を決めろ。かしこまりました。皆の者、ここを正念場と考えよう。甚大な被害を受けている東側を救いに行くぞ。出てきたな、田村麻呂。アテル、ようやく出番だ。朝廷軍の攻撃を受ける前に田村麻呂を仕留めろ。わかっている。戦の天才と言われる坂の上の田村麻呂と、エミシ一の武勇を誇るアテルイの衝突、胸が躍る。さすがに強いな、アテルイの軍は。田村麻呂、アテルイ、聞け、アテルイ、我々はお前たちを滅ぼしたいわけではない。覚悟しろ。聞く耳を持たぬか。やるしかない。なかなかやるな。お前もな。やはりここで殺すには惜しい男だ。そうだな。坂の上の田村麻呂は殺すには惜しい男だ。田村麻呂。もう一度言う。我々はお前たちを滅ぼしたいわけではない。おとなしく降伏するなら、全員の命を助ける。桓武天皇様はとても寛大なお方だ。降伏などしない。アテル様、モレ様からの伝言です。全軍、退却せよと。なぜだ？朝廷軍の攻撃が成功してしまったと。さすが長見だ。全軍退却の前に、俺は田村麻呂を仕留める。愚かな。坂の上の田村麻呂とアテルイの戦いは、そのほとんどが記録に残っていません。確かなのは、801年にエミシ征伐が成功したということで、一説には武力での制圧ではなく、交渉によって成功させたと言われています。桓武天皇様、説答を返上いたします。しかと受け取った。坂の上の田村麻呂よ、こたびの働き大儀であった。ありがたき幸せ。説答とは、日本の歴史において天皇が出征する将軍または遣唐使の大使に持たせた任命の印としての刀のことで、任務が終了すると天皇に返還されたと言われています。
もう傷は大丈夫なのか。すっかり良くなりました。しかし、お主が深手を負ったと聞いたときは驚いたぞ。ご心配をおかけいたしました。油断をしていたわけではないのですが、さすが蝦夷の族長といった感じでした。お主が無事で何よりだ。それで、現在の状況はどうなっておる？再三和平の使者を送ってはいますが、未だにいい返事をもらえていません。反撃に転じてくるようであれば、さすがに次は仕留めなければならないので、何かいい方法はないものかと思案を重ねているところです。この状況で武力による制圧は避けたいな。伊沢の地に城を築くというのはどうだ？城ですか？伊沢を蝦夷攻略の最重要拠点にしてしまえば、降伏する蝦夷も現れるのではないかと思ってな。確かにそうかもしれませんな。しかし、人員と兵糧が圧倒的に足りませぬ。では、周辺諸国から約4000人を伊沢の地へ移住させるように手配する。兵糧も惜しみなく送る。それならどうだ？それならば、城を築くことは可能かと存じます。すぐに伊沢に戻り、準備を始めよ。かしこまりました。もう少し。もう少しだ。もう少しだ。仲なり、どうであった？田村麻呂がアテルイを退け、伊沢の地を制圧したようです。腹立たしいな。それで、アテルイとモレは死んだのか？いえ、どうやら生きているようです。再三和平の使者を送っていると話していました。そして、その状況を打開するために伊沢に新しい城を築くとも言っていました。和平？寝ぼけているのか？あれだけ朝廷軍に抗い続けた蝦夷の族長が素直に従うわけがない。新しい城が蝦夷の手に落ちたらそれこそ蝦夷平定が遠のくのではないか。田村麻呂、いや父上も含めて甘すぎる。さようにございますね。仲成、次に田村麻呂が平安京に来たら、父上の代理として先に私が会えるように手配しろ。かしこまりました。802年に伊沢城を造営するために坂の上の田村麻呂が陸奥国に派遣されたという記録が残っています。一説にはこの伊沢城の造営がアテルイを降伏に追い込んだのではないかと言われています。立派な城だな。あれが完成してしまったらもうなすすべがなくなる。まだ諦めてはいないぞ俺は。現実を見よアテルイ。お主の傷が治りきる前にあの城は完成する。それに田村麻呂の武勇を目の当たりにして朝廷軍に降伏した方がいいという意見が大多数を占めるようになった。ここらが潮時だ。でも。でもではない。あの日お前が田村麻呂に敗れた日からこうなる運命だったんだ。いい加減腹をくくり族長としての責務を果たせ。アテルイ。わかった、降伏する。よく言ったアテルイ。おい、朝廷軍に和平の使者を送れ。わかりました。802年にアテルイとモレが500人余りを率いて降伏したと伝わっています。改めてご挨拶を申し上げます。蝦夷の族長アテルイと申します。お初にお目にかかります。同じく蝦夷の族長を務めております岩具のモレと申します。朝廷軍の総大将を務めております坂の上の田村麻呂と申します。お返事が遅くなってしまったこと、お詫び申し上げます。蝦夷は全面的に降伏いたします。私も異存はございません。
恵比氏の者たちの命を救っていただけるのであれば、我々二人の命を差し出す所存にございます。その覚悟、あっぱれである。しかし、私はお主らの命も救いたいと思っている。この伊沢の地を、朝廷軍として守り抜いてほしい。ありがたき幸せ。しかし、天皇様のお許しが出るとは思えませぬ。私が説得する。また、戦ができるのか。その相手が朝廷であれば、ここで首をはねるしかなくなるが。もちろん、朝廷にあだなす者たちとの戦にございます。そうか。であればこの国は安泰だ。長見よ、ありったけの酒を用意しろ。は。皆の者よく聞け。今日は記念すべき日である。恵比氏の者たちも、朝廷軍も関係なく、朝まで飲み明かすぞ。ありがたき幸せ。恵比氏の降伏から約2ヶ月後、族長二人を連れて、坂の上の田村麻呂が平安京に向かったと伝わっています。よく来たな、坂の上の田村麻呂。こたびの働き大儀であった。ありがたき幸せ。ところで、あて親王様。桓武天皇様。父は病に伏しておる。しばらくは療養が必要だ。それは心配にございますね。直接お見舞いをしたいと思うのですが。それはならぬ。お体に触る。何か伝えたいことがあれば私が父上に伝えよう。それは。あるのであろう、伝言が。恵比氏の族長、アテルイと、モレの除名をお願いしたいと思っております。そうか。では父上にお伝えしよう。ゆっくり休め、田村麻呂。お気遣い感謝いたします。では、失礼いたします。除名とはな。やはり、あて親王様がお会いして正解でしたね。除名などありえぬ。見せしめに首をはねる。桓武天皇様にはどのようにお伝えしますか。首をはねた後にゆっくり考えればいい。そうですね。田村麻呂殿を呼んでくれ。誰が喋っていいと言った。あのお方は私たち二人の除名を約束してくれました。恵比氏の英雄が見苦しいぞ。誰だお前は。やめろアテルイ。このお方は桓武天皇様のご子息、アテ親王様だ。やはり私の判断は間違っていなかった。邪魔者が来る前にこの野蛮な者たちを始末しろ。かしこまりました。メイドの土産に聞いてもよろしいですか。なんだ。このことを、桓武天皇様はご存知なんですか。答える必要はない。すまないな、アテルイ。地獄で暴れてやるさ。二人の処刑に関しては、資料がごくわずかしか残っていないため、はっきりとしたことは分かっていません。一説には、桓武天皇の意思が反映されていたという説もあります。あて親王様、田村麻呂、鉢伏せとは無礼であるぞ。よい、なかなり。族長二人の首をはねた件についてであろう。さようにございます。私が納得できるご説明をお願いいたします。先に行け、仲なり。しかし。先に行け。こやつが私を切ることはできぬ。
かしこまりました。恐れながら桓武天皇様はこたびの件をご存知だったのですか？知らぬ。今から伝えに行くところだ。私の除名の嘆願はお伝えいただけなかったということですね。お体に触ると思ったから伝えなかった。他意はない。首をはねた理由も族長の一人岩具の漏れの裏切りを警戒して切ったまで。アテルイに暴れられたら今の平安京の戦力では抑えられないと判断した。あの二人はあなた様と違い、そんな卑怯な奴らではございませんでした。口が過ぎるな、田村麻呂。二人の後を追いたいのか？それでも構いません。バカなことを申すな、田村麻呂。天皇様。これは父上。お体はもう大丈夫なのですか？下がれ、アテよ。ことの顛末は仲なりから聞いた。お主の行いが間違っていたとは言わぬが、私の許可を得ずに勝手な判断をした。よって、しばらく謹慎を命じる。謹慎ですか。私としたことが、この国のことを考えすぎてしまったようです。謹慎の命、承知いたしました。父上、くれぐれもお体を大事になさってください。私の反省の時間が減ってしまいますので。こたびの一件、私が病に伏していたばかりに、我が愚息に勝手なことをさせてしまった。許せ、田村麻呂よ。いえ、私も、あの時無理を言ってでも、桓武天皇様に直接お伝えするべきでした。自分の失態に腹を立てていただけかもしれません。田村麻呂、私はもう長くない。そのようなことを口にするものではございません。自分の体のことは、自分が一番よくわかっているものだ。おそらく、あと数年の命だろう。数年ですか。この先、この国を背負うのはアテだ。あやつは幼き頃から、大変な思いばかりしてきた。私も、忙しさを理由に向き合うことを避けていた。あれの性格が曲がってしまったのは、すべて私のせいだ。ご安心ください。アテ親王様を盛り立てて、私はこの国のために尽力していく所存です。ありがとう。お休みください。あなた様はずっと無理をしすぎている。すまない。803年に坂の上の田村麻呂は、紫波城の造営のために陸奥国へと派遣されました。江見氏との戦いと二度の戦闘、そして度重なる疫病や洪水により民は疲弊している。金泥の精や影牛の設置を行ったが、まだ十分には機能していない。このままでいいのだろうか。失礼いたします。征夷大将軍坂の上の田村麻呂殿が平安京に入りました。内麻呂よ、真道と大継をここに呼んでくれ。今後の政治について二人の意見が聞きたい。田村麻呂殿はいかがなさいますか？同席するように伝えよ。かしこまりました。805年12月に桓武天皇が命を出し、32歳の三里藤原大継と65歳の三里菅野真道に天下の徳政について総論させたのが、かの有名な徳政総論です。忙しいところすまない。早速だが、平安京の造営と江見氏征伐、この二大事業を今後どうしたらいいのか、聡明なお主たちの意見を聞かせてほしい。続けるか中止かということですか？そうだ。では恐れながら申し上げます。私個人の意見としましては、二つとも中止にするのがよろしいかと。それは何故だ？民の負担が限界に来ております。特に地方の民たちは、反乱を起こさないのが不思議なぐらいの経済状況です。平安京に関しても、見栄えはよくありませんが、これ以上造営をする必要もないかと存じます。なるほど。真道はどう思う？
私はこのままどちらの事業も続けるべきだと思います。確かに民の負担は限界かもしれませんが、平安京の造営も恵比寿平定もあとわずかのところまで来ています。それに何だ。恐れながら申し上げます、民の信頼が厚い桓武天皇様がご存命の間に、無理をしてでも都の見栄えを良くして威厳を保ち、恵比寿の地を平定して争いの火種をなくすことが賢明かと。政治力のない当て親王様にはその状態で渡さねば国が滅んでしまう恐れがあります。真道殿、さすがに口が過ぎますぞ。よい、本当に思っていることを口にしてもらわなければ意味がない。今後のことを決める大事な話し合いの場だ。責任重大ですね。賛議であれば当然だと思いますよ、真道殿。それもそうですね。お継ぐ殿は今の状況で当て親王様がこの国を支えていけると思いますか。それははっきり言って無理だと思いますよ。当て親王様は心に横島な蛇を飼っておられる。蛇か、面白いことを言うな。ではこのまま続ける方がよろしいのではないでしょうか。当て親王様の代になる前に。いえ、中止にするのがよろしいかと。いくら事業を完遂できたとしても民が全滅していては意味がありません。地方においては崩壊寸前まで来ております。あと半年も持たないほどに。それに諸外国に内情を知られれば攻め込まれる恐れもございます。その状況で当て親王様がこの国を立て直せるとは到底思えません。お継ぐの主張の方が危機感を感じる。天皇様、しかし真道の主張も一理ある。お継ぐよ、何かもう一押しができる意見はないか。神の親王様を盛り立てるという方法がございます。しかしそれでは当て親王様と神の親王様との間で争いが起こりますぞ。あくまでも表に立つのは当て親王様ということにすれば問題はありません。神の親王様はとても優秀なお方であると聞いております。結論を述べる。平安京の造営と恵比寿平定は中止とする。異論はあるか、真道よ。いえ、ございません。田村麻呂はどうだ。ございません。第四次恵比寿討伐軍を解散してしばし体を休めることにいたします。皆これまで大義であった。今後もこの国をよろしく頼む。神の親王とは後の第52代目嵯峨天皇のことで、聡明で読書を好み君主としての器量を持っていたことから、父である桓武天皇にも愛されていたと記録に残っています。やはり監察使の廃止を止めることはできぬか。残念ながら正当な御事の理にございます。衝突は何としても防がないといけないな。この平安京で戦など起こしてはなりません。現在平城京とその周辺の席に見張りを多数配置していますが、目立った動きはありません。普段は沈黙に徹して、動くときは大胆に。一番厄介ですね。私の予想ではそろそろ何か大きな動きをしてくるはずなのですが。申し上げます、予想が当たったかもしれませんね。いかがした。平勢上皇様が平城京への遷都を宣言されました。遷都。そうきましたか。そんなこと認められるわけがない。天皇様、恐れながら申し上げます、ここは一度遷都を認めてしまうのが賢明かと。それは何故ですか。今真っ向から反対すれば上皇様側に戦を始める理由を与えてしまうことになります。しかしこちらがあっさりと要求をのめば、すぐに戦ではなく
あちらも怪しんで偵察を送ってくるでしょう。その時を狙って鈴鹿の関、不破の関、荒地の関を封鎖した後、偵察隊を拘束することで上皇様側の戦力を削り、こちらが戦闘を中止にしても戦が起こりにくい状況にします。怪しまず戦とした瞬間に挙兵することも考えられませんか。では牽制の目的で冬継や田村麻呂殿らを平城京に派遣しましょう。名目はそうですね、造宮使にでもいたします。良いな冬継。かしこまりました。偵察隊が平安京に入ったことを確認してすぐに天皇様には戦と反対の意を表明していただきます。それを合図に先ほどの作戦を遂行します。わかった。では一旦戦との消直を認めよう。810年9月6日に平城上皇は平安京を廃して平城京へ戦とする消直を出しました。これにより朝廷が2つに割れてしまった状態を二所朝廷と呼びます。申し上げます、嵯峨天皇はこたびの消直に従うということです。そうか、反対すると思ったが意外だったな。はい、かなりあっさりと。怪しいな。それだけ上皇様のお力が強大だという証拠です。クスコ、起きたのか。少し眠りすぎてしまいました。お許しください。よい。しかし、こうもあっさりだと張り合いがないな。でもこれで、平城上皇様の天下が再びやってきますね。そうだな。私は今とても気分が良いぞ、仲成。やったな、クスコ。やけにあっさりではありませんか。上皇様の力が強大だという証拠なのではないのか。嘘に決まっているではないですか。ここまであっさりだと何か裏があるのではないかと勘ぐってしまいます。一応造宮使として冬継や田村麻呂が送り込まれてくるらしいけど、大した影響ではないだろう。都が再び平城京になれば、大義名分は上皇側にある。兄上、平安京の様子を探ってきてくれませんか。相変わらず心配性だな。念には念をです。それと隙を見て御旨と駅令を奪ってきてほしいのです。そうすれば恵美の推し勝の乱のように上皇側が勝利することができます。わかった、明日出発する。お気をつけて。申し上げます、藤原の中成殿が平安京に入ったことを確認いたしました。そうか、天皇様。戦と反対の宣言をする。平安京のみならず、すべての者にそう伝えよ。かしこまりました。何の騒ぎだ。嵯峨天皇様が戦との反対を宣言されたのです。その声は、田村麻呂。お主平城京にいたのではないのか。共に戻ってまいりました。何のためにだ。あなた様を、捕らえるために。上皇様が黙っていないぞ。すでに鈴鹿の関、不破の関、荒地の関を封鎖するために兵が動いております。上皇様がすぐに戦の準備を始めてもとても間に合いません。それに側近のあなた様を捕らえておけば、上皇様の影響力は弱まることでしょう。まあ、すべて藤原北家内麻呂殿の策ですが。内麻呂め、まさか私が来ることも読んでいたというのか。天皇様には偵察隊がなどと濁していたそうですが、内麻呂殿はあなたが来ると確信を持っておりました。この大事な局面でクスコ様が信頼していないものを平安京に送ってくるはずがないと。認めたくはないが、お主が私を捕らえに来たというのが何よりの証拠か。手荒な真似はしたくありません。おとなしく捕まってください。上皇様、申し訳ございません。坂の上の田村麻呂よ、こたびの働き大義であった。その功績をたたえ大納言に承認させる。ありがたき幸せ。とはいえ、私は内麻呂殿の言う通りに動いたまでです。いえ、
田村麻呂殿のこれまでの働きがあったからこそ、中成殿が抵抗することを諦めるしかなかったのです。そのおかげで、平安京に血が流れずに済みました。そう言っていただけるのは嬉しい限り。これからも嵯峨天皇様のために力を尽くします。よろしく頼みます。大納言、坂の上の田村麻呂殿。田村麻呂と共に造宮士だった藤原の冬次は式部の大夫に任命され、木の田植えは終わりの神に任命されています。しかし、木の田植えは結局平勢上皇側で活動をして、クスコの変平定後に左遷されています。失礼いたします。平城京から藤原の真夏と糞屋の渡麻呂殿を連れてまいりました。ご苦労だった冬次、もう下がってよいぞ。は、久しいの真夏。私は上皇様に忠誠を誓っております。何も話すことはございません。おい真夏、本当に大丈夫なんだろうな。生きて帰れるんだろうな。お主ら二人に問う。この状況でどちらにつくつもりだ。平勢上皇様です。おい真夏。そうか、残念だ。糞屋の渡麻呂を捕らえよ。え、なんで俺だけ。真夏よ、お主は平城京に戻れ。そしてしぶとく生き延びよ。お主にはまだやるべきことが必ずある。お心遣い感謝いたします。なんでだよ、俺も平城京に返してくれよ。藤原の真夏と糞屋の渡麻呂の召喚には状況確認と嵯峨天皇側に寝返るように促す目的があったと言われています。中成は戻っていないのか。はい、どうやら平安京で捕獲されたと思われます。藤原の門の麻呂は蜂起の乱で登場した藤原北家小黒麻呂の長男で、東海道監察使を務めていた人物です。弟にここまで真っ向から喧嘩を売られるとは思わなかった。おそらく裏で操っているのは北家の内麻呂かと。私も官位を剥奪されてしまいました。老いた権力者ほど厄介なものはないな、角の麻呂よ。我が北家の者がご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。お主も父親と同じで中途半端な男だな。面目次第もございません。上皇様、弱い者いじめはその辺にしてください。今は時間がありません。一刻も早くこの先どう反撃するかを考えなくては。反撃するんですか。当たり前であろう。腹の虫が収まらぬ。恐れながら中成殿が捕獲されてしまったことで平城京を離れていく者が後を絶ちません。戦力的にも反撃は難しいかと。口を慎みなさい角の麻呂、今の発言は上皇様への侮辱であるぞ。申し訳ございません。東へ行き体制を立て直した後で挙兵する。何故東なのですか。人心の乱と同じ道をたどれば必ず勝てると思ってな。さすがにございます。過去から学び未来を作る。次期天皇様にふさわしいのは平勢上皇様しかおりませんね。早速準備をしろ。お待ちください。下がりなさい北家の出来損ない男。上皇様、どうかご無事で。門の麻呂と同じように東国行きを反対した人物がもう一人います。それが藤原北家藤原の実男です。実男は腰を遮って地に伏し、神明を落として押し止めようとしましたが失敗したと伝わっています。申し上げます、上皇様が東に向かうとの情報が入りました。東、天武天皇様と同じ道をたどるつもりですか。兄上、対処はどのようにいたしましょう。兄上が東国の者たちを味方につける前に東行きを食い止めます。田村麻呂殿を東に派遣してください。最適な人選かと存じます。
それと空海に祈祷をしてもらえるように手配してください。今回は頼れるものすべてに頼ります。人心の乱のようになるわけにはいきませんから。かしこまりました。平勢上皇を止める命を受けた坂の上の田村麻呂は捕らえられていた糞屋の渡麻呂を同行させたと伝わっています。その背景には辺境での戦闘経験が豊富なことと、かつて田村麻呂と一緒に恵比氏征伐をしていたことが大きく影響していると考えられます。おい、こっから出せ。俺は佐渡の国に左遷されたんだぞ。行かなきゃならないんだよ。分かってんのか。左遷されたものの異性ではないな、仲成。お前は墨の絵の豊継。光栄だな。藤原式家の元筆頭に知られているとは。どうした、顔色が悪いぞ仲成。まあ私の役割を知っていたらそんな顔色にもなるか。これは天皇の命令か、それとも上皇様の命令か。知る必要のないことだ。藤原の種継ぐの子、中成氏す。去年47。中成の処刑は法律の規定に基づいた死刑ではなく、天皇独自の判断による死刑であった可能性が高いと考えられています。申し上げます、藤原の中成の処刑が終了したとのことです。この国の未来を守るためとはいえ心苦しいですね。いたしかたありません。中成の道徳に反する行いには多くの者が怒りを覚えておりました。自業自得でございます。私は決めた、今後死刑は行わないと。簡単なことではございませんが、嵯峨天皇様であれば実現できることだと思いますよ。中成の射殺を最後として以来、平安時代末期1156年に起こった保元の乱まで中央で死罪が行われることはなかったと言われています。中成が死んだ。兄上が。それは正しい情報なのですか。誓って正しい情報にございます。それともう一つご報告がございます。申せ。この先で坂の上の田村麻呂の軍が待ち伏せをしております。とてもではありませんが東に抜けることは不可能かと。いかがなさいますか上皇様。やはり直接平安京を攻めますか。もうよい上皇様。悔しいが情報戦で圧倒的に負けている。今から平安京を攻めても挟み撃ちにされて終わりだ。これ以上惨めな姿を晒すわけにはいかない。平城京に戻るぞクスコ。しかし私は兄上の仇が討ちとうございます。戻るぞクスコ。かしこまりました。来ませんね平勢上皇。おそらく中成殿の処刑のことが伝わったのであろう。さすがにあの桓武天皇様のご子息、そこまで愚かではなかったということだな。どうしますか、このままここに待機ですか、それとも平城京まで追いますか。私が受けた命は上皇様が東に向かうのを阻止することだ。戦意を失った者を追撃する命は受けていない。戦はなしですか。久しぶりに暴れられると思ったのですが残念です。ゆっくりするがよい。この先しばらく争いは起きぬであろう。お待ちしておりました平勢上皇様。乾杯だな、ここまで読まれているとは。上皇様、始末しましょうか。この老いぼれにそんな価値はない。おっしゃる通りにございます。私は嵯峨天皇様からの伝言をことづかっております。どんな伝言だ。上皇様につきましては直ちに出家していただければ相応の待遇をお約束すると。相変わらず甘い弟だ。それで
クスコはどうするつもりだ。おそらく中成殿と同じ末路になるかと。すまなかったな、クスコ。つまらぬ兄弟喧嘩に巻き込んでしまって。いえ、藤原家の争いに巻き込んでしまったのは私の方でございます。分かっていた。分かった上でお主をそばに置いていたのだ。ありがたきお言葉。もうこの世に未練はございません。では私はこれにて。藤原の内丸よ、大義であった。ありがたき幸せ。私は老いぼれゆえ一日遅れて平安京に戻ります。今日はごゆっくりお過ごしください。あの世でゆっくりとお待ちしております、上皇様。仲成が好きな酒を持っていくことにしよう。無能な割にはよく働いてくれた。兄上も喜びます、平成上皇様。今まで本当にありがとうございました。藤原のクスコよ、大理であった。810年9月12日、平成上皇は直ちに出家し、クスコは毒を飲んで自殺しました。平成太上天皇の変とも呼ばれるこの事件は、わずか1週間ほどで事態が大きくなる前に鎮圧されました。この事件により藤原式家の力は衰え、逆に藤原北家が繁栄していくこととなります。引き継ぎは以上です。ふんやの渡麿殿、陸奥出羽の安土の任、よろしく頼みます。かしこまりました。では私はこれで。それにしても残念でしたね、お継ぐ殿。残念？何のことでしょうか。藤原式家終わっちゃったじゃないですか。私には関係ありません。あまり家にこだわりがないので。じゃあ年下の冬継殿に追い抜かれたのが残念だったということで。優秀な人物が出世をする、当然のことだと思いますので、全く残念ではございません。では陸奥出羽の安土在任中に一度も軍を動かさず恵比氏を平定できなかったことは残念なことになりますか。喧嘩を売っているのですか。いえいえ、単純な興味です。残念だと思いますよ。でも後悔はしておりません。私は今でも恵比氏征伐に反対したことを誇りに思っています。そうですか。でも俺はとことんやるつもりですよ。考え方は人それぞれ、自分の思い通りにやるのが一番かと存じます。恵比氏平定が成し遂げられることを心よりお祈りしております。噂通りの男だな。優秀だが不器用だ。日本後期には811年にフンヤの渡麿が活発に活動していたと書かれています。そして同年12月には恵比氏を制圧し、兵士配備の縮小や百姓に対する課税免除などを上奏したことにより昇進したと言われています。一方大継は失意と病を理由にたびたび引退を申し出ましたが、許されなかったと伝わっています。田村麻呂殿。内麻呂殿、お体の方はよろしいのですか。あまりよくはないですが、田村麻呂殿にどうしてもお礼が言いたくて来てしまいました。私に礼ですか。先の反乱で私の策を信じて動いてくれた礼にございます。礼には及びません。それが仕事ですから。感服いたしました。内麻呂殿、私の孫の番が回ってきました。
藤井親王様、大きくなられましたな。自慢の孫です。お見事。あれ、田村麻呂殿。天皇様、ご覧になられましたか。しかと見ていたぞ。さすがはお主の孫だ。いやいや、私の方が藤井親王様の外祖父にございます。いずれ私以上の男になると思われます。アテルイを倒したお主よりもすごくなるというのか。私は約10万の兵を率いて戦をしておりました。そして勝ちを積み重ね、恵美氏の族長にも勝利しました。しかし今思うと、計略や兵術について未熟な部分が多くございました。藤井親王様はわずか10人にして武芸が素晴らしい。私など足元にも及びませぬ。それは褒めすぎであろう、田村麻呂殿。いえいえ、そんなことはございませぬ。内麻呂殿もそう思いますよね。内麻呂殿。内麻呂殿、大丈夫ですか。失礼いたしました。今日は顔を出していただきありがとうございます。しかし内麻呂殿が倒れたら皆が悲しみます。ゆっくりお休みください。ではお言葉に甘えさせていただきます。あのお方はこの国にとってなくてはならない存在。早く良くなるといいですね。良くなってもらわなければ困る。まだ恩を返せていない。坂の上の田村麻呂は蛇来の3日後に中納言藤原の門の麻呂や三里の菅野の真道らとともに渤海国の使者をもてなす任についています。しかしその約半年後に病により死去しています。享年54。佐賀天皇は田村麻呂の死を悼み、その日一切の政務を取らず一編の漢詩を作ったと言われています。佐賀天皇様、私はもう使い物になりませぬ。やめさせていただきたいと存じます。なりません。私はまだ恩を返せていない。それに内麻呂殿がいなくなったら私は誰に頼ればよいのですか。藤原のその人殿や空海殿、そして我が愚足冬継もおります。ご安心ください。内麻呂殿でなければダメなのです。休むのは許します。しかし辞職は許しません。回復したら必ず戻ってきてください。ありがたき幸せ。この病との戦、もう一踏ん張りしてみようと思います。しかし内麻呂の容態は悪化する一方で、とうとう最後の時を迎えます。冬継ぐ、そこにおるか。ここにおります。これからこの国を動かすのは藤原北家藤原の冬継ぐ、お主だ。はい。お主はとても頭がよく、人から愛される能力を持っている。しかし思い切りが足りない。思い切りですか。今までのやり方ではこの国を守ることはできぬ。時代に合ったやり方を模索し、お主のやり方で思うままにこの国を引っ張っていけ。私にできるでしょうか。必ずできる。私の自慢の息子だ。ありがたきお言葉。冬継ぐ、もう一つお主に伝えたいことがある。何でしょうか。藤原を一つにまとめ上げてほしい。一つにですか。そうだ。同じ家同士で長年争ってきた。私も家を守るために戦ってきた。でもこれから藤原よりも強い家ができるやもしれぬ。
その時に藤原同士で足を引っ張っていたら潰されてしまう。頼んだぞ。承知つかまつりました。少し一人にしてくれぬか。思い出に浸りたい。かしこまりました。水を変えてきます。来てくれたのか、真夏。すまなかったな。父上が謝ることは何もありませぬ。私が生きたいように生きただけにございます。先ほど嵯峨天皇様にお主の赦免をお願いした。近いうちに戻ってこれるであろう。ありがたき幸せ。私は父上の子として生を受けたことを生涯誇りに思います。私もお主らを子に持ったことを誇りに思う。体に気をつけよ、真夏。はい。藤原の内麻呂氏す。去年57。桓武天皇が即位した年に叙爵した内麻呂は、桓武天皇、平城天皇、嵯峨天皇の三代の天皇に側近として仕え、長年重要な政務に携わってきました。内麻呂は若い頃から人望が厚く、温和な性格で、人々は喜んでこれに従ったと言われています。